ということでですね、えっ、ー、とソーシャルイノベーションウィークの中で WWD ジャパンがちょっとお時間をいただきまして、えっ、ー、と今からですね、えっ、ー、と大阪東京の高木さんとトークセッションをさせていただきたいなというふうに思っております。えー、簡単に、えー、と自己紹介させていただきますと、私、えー、ファッションとビューティーのですねニュースサイトで編集長をしております WWD ジャパンドットコムの村上と申します。よろしくお願いいたします。<laughs> はい、そしてお相手が。 はい、えー、原宿と渋谷に6個と大阪で2個やピオースを経営しています。オーシャン東京の高木です。よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。お願いします。ということで、スペシャル対談とは言いながら、はい、皆さん多分。 高木さんの話を聞きたいいと思ってどちらかというと対談というより僕が公開取材をしていきたいなという感じでちょっとお送りしていきたいなとは思っているんですけれどもあのまあその前にでも簡単にちょっとなのでまあその後半、高木さんにたくさん喋っていただくので前半ちょっとだけ私お時間いただければと思っているんですがちょっと画面切り替えていただいていいでしょうか。 9月になるんですけれども、はい、ちょっと下の写真に渡辺直美さんの写真までスクロールしていただいていいですか、はい、この9月になるんですが、WWD ジャパンですねあの、もう創刊して35年ぐらいになる、えーと、日本で唯一のファッションの週刊誌。 だったんですけれども9月からですねファッションビューティーの週刊誌という形でちょっとパワーアップをさせていただきましてあの表紙にはですねあのファッションアイコンでもあるしビューティー業界でもですねアイコンとして活躍されている渡辺直美さんにご登場いただいてのシューティングに取り組んだんですけれどもあのこういった形でですねちょっと私たちこれからワンダブルダブル d ジャパンっというふうに社内では呼んだりしているんですがもうファッションとビューティーって 垣根作っちゃいけないよねもう融合していかないとだめだよねっていうメッセージを、うん、あの頻繁に発していきたいなというふうに思って今はです、ね、あのプリントメディアの方もウェブサイトの方も作っていますであの僕、この業界ですね WWD ジャパンという媒体に携わって14年ぐらいになるんですけれどもあの2つの業界ファッションとビューティーこう見続けてきましたけれどもなかなか正直言うと近いようで遠い。 はい、っっっててていうふうふに思ってたところがあって、はい、すっごいぶっちゃけた話をすると、はい、ちょっとファッションの人たちビューティー業界なめてらっしゃいませんかっていうふうに思ったりとか, <laughs> かに逆にビューティー業界の人たちちょっとなめられてるって思っていて、うん、逆にビビってませんか <laughs> みたいなところがあったりしてうで,、ねはい、でもこうその2つの業界のなんていうのかな敷というか協会、はい、って 多分業界の人し,しかも意識してなくって、はい、あの多分高木さんにのところに行くお客さんなんか、うん、まさにそうだと思うんですけど、はい、もうファッションとビューティーって全然こう居を設けてないと思うんですよね。なのに私たちが気にしてていいのか。 っていうところであの業界に対してメッセージを投げかける媒体でありたいと思っている WWD ジャパンこそ、まあ、ファッションとビューティーっていうののもう垣根を完全に取っ払ってみようっていう試みで、まあ、9月にですね、はい、あのちょっと媒体の方のリニューアルさせていただいたんですけれども、うん、まあ今ちょっと高木さんお話ねあの、はい、う教えてもらいましたけど、はい、本当にだってもう若い子って全然そこ境界を。 全く気にしてないと思っててただなんか雑誌とかメディアでとあと業界の人たち美容師さんはすごく美容室の中ですごい狭い僕は村だと思ってるんです美容師さんは美容師さんヘアメイクさんはヘアメイクさんメイクはメイクさんみたいな結構超ちっちゃくてこの。 こうちっちゃい村から早く出たいねっていうのをずっとこうやり始めてオーシャンを立ち上げたのでこうやってて思うんですけどある種こういろんな洋服の人たちと出会わせていただいて結構ファッション業界もめちゃくちゃ狭いなと思っててなんかそのこことコラボしたらこことやっちゃいけないとかなんかちょっとこう。 ありますよねあるじゃないですか、うん、縄張りみたいなそうそう縄張りみたいなのがあってでもそれって一般の人たちは分かってなくて、うん、業界の人たちはメイクとスタイリスト洋服のスタイリストは別だし、うん、髪の毛のスタイリストも別みたいな、うん、なんかあんま面白くないなと思って、ねうん、なんかそういうくだらないこう箱の中に入ってるのを、うん、こう今回の「WWDD」WW D WW D で。はいはい 結構それをガッチャンさせるじゃないですか。でも、うん、これすごいいいなと思って、うん。ありがとうございます。なんかそういう風になってったらもっと楽しくなるのになと。単純にそうなんですよね。はい、やっぱもっと楽しく本当になるはずで、うん、なんかこう僕が一番なんていうのかな、最初に強くやっぱファッションとビューティーって一つになるべきだなっていう風に思ったのが、はい、あのニューヨークのデザイナーで、はい、マイケルコースっていう人いるんですけど、うん、彼とかすごい当たり前のことを だって、消費者はそんな風に考えてないよ。っていう風にいつもこう諭してくれる感じなんですよ。うんはい、あの、その時もだって。ファッションとビューティーって。誰も消費者は、うん、あの。そこに区別、はい、違いを設けていなくって、うん、業界だけじゃん。っていう話を。まあ改めてしてくれて。はい 本当そうだなと思いつつ、はい、でもなかなかそれが難しいなっていうところもありつつもうでもついに今回は、うん、踏ん切りをつけたっていう感じなんですけど、はい、すごいいいいなと思いまでも高木さんどうですかそうやってこう常々ね前から、はい、まあご自身も含めて、はい、で提案するスタイルもひっくるめて、うん、本当にこうファッションっていうものをすごく強く意識しながら、はい、多分スタイル作り上げてきてらっしゃると思うんですけど、うんはい、やってた当初とか。 そそれこそいろんなとこから、はい、ヘアスタイリストなんだからヘアのことやっとけよとかはい、はい、逆にこうファッションの人からで、ね、何でお前ファッション組んだよとか,、はい、なんかそういうような,こうなんていうの圧みたいなのを、はい、感じたこととかってなくはないんですけどうん、うん、でもそういうなんかおじちゃんとかおばちゃんはうん、うん。 普通にどうでもいいかなと思ってるし結構髪の毛ってファッションあっての髪型だし髪型あっての,のファッションなんで今のうちに来るお客さんはもともと大体みんな制服着てとりあえず制服は毎日着替えられないけど髪型は着替えようよみたいな毎月今回は短くしてちょっともうちょっと切ってみて2ブロック入れてみてとかパーマしてみてっていう髪の毛だけは着替えようよ。 今日は前髪下ろしてもいいけど明日はあげようみたいなこう首から下が制服だから上はじゃあ自由聞かせるようにやろうよっていうのがうちの元々の発信で,でその子たちが3年経って今度大学行ってじゃあ今度髪当てはいいけど洋服何着たらいいか分かんないっていう子たちがすごく多かったんでじゃあうちはいろんなジャンルの 洋服を着ようとか、うん、あのー、オープンした当時は美容師さんで制服があったりとか、うん、T シャツはこれ着ないといけないとか,か革靴履かないといけないとかはい、はい、結構こうあって髪色もブリーチはダメとか、うん、そういうのいらなくないみたいな俺たちは俺たちでやろうよっていうのが、うんあのー、オーシャンの始まりだったんで、うん、僕もやっぱそれを先陣切らないといけないから。うん 古着も着もるしあのモード系のファッションもするし、うん、ストリートもやるし、うん、でもお前は何系なんだよみたいなのを言われることは結構多かったんですけどそもそも何系っていいるのそうかみたいなもうそこファッションの中の細かいカテゴリーみたいなのもあんまりいらないし、うん、なんか昔の学生の時は俺スト系が好きとか、はい、古着ミックスが好きとかあったんですけど、うん、今ってもっと自由で。 いいじゃんっていうのをこう髪型もストリートの時は髪の毛縛るしこうモード系にする時はオールバックにするとかなんかその時に合わせて TPO に合わせてじゃないけどそんぐらいの自由な街じゃないの渋谷ってとかなんか原宿ってそんな縛り必要なんすかみたいなので売られたら。 繰り返す感じでうち、ん、はいいかっていうのであんまつるまないし、うん、俺たちは俺たちの道で行こうよっていうのは基本ベースにはあるかもしれないですよね,ねでも本当そうですねなんかこう今のこう若いジェネレーションとかと話してて本当に思うのは、うん、まあ僕今43なんですけど、はい、まあ僕ぐらいの世代までは好きなブランドって聞かれた時に多分2つぐらい。 そうですよ、ね、あれとこれかなみたいなのは言うんですけど、うん、今の結構若い世代って好きなブランド特にないみたいに答える人も多くって、はいうん、でそれって洋服に興味がないわけではなくって、はいうん、本当にその時々に応じて、うん、ある時は本当に古着着るし、うん、ある時は逆にちょっとモードだったりとか、はい、あの頑張ってお,かお小遣い貯まったら、はい、ラグジュアリーストリート買ったりとかっていう風に本当 TPO みたいなのに合わせてこう洋服もブランドも買うお店も買い方も全然こうバラバラにこう点々と移っていくから特にどれが一番好きとかあんまりないですみたいなこう感覚をすごく持ってる人たちだなそう,う,うですね今特に本当そうだなと思いますういうところをやっぱ体現されてるからこそ支持されるみたいなのあるのかもしれないって気がしました。 そうですねうちはなんかあんまりその僕の作る美容室だから同じブランドの系統で行こうよとか、うん、あんま関係ないんで、うん、この本店はこういうイメージ、うん、他の店舗は全然違うイメージで、うん、いいよエッジなスタイルやりたかったらそれでいいし、うん、もう全部どこのジャンルの人が来ても絶対かっこよく可愛くなれる。うん 美容師作ろうぜっていうのがうちのスタートだったんでなんかああいう謎の縛りとかこう美容師さんの中では業界誌はこういうサロンが出て一般誌はこういうサロンが出ていやっていうかそんなのくだらないっしょみたいなのをずっとこう言ってきたから結構怒られる時間も多かったし「お前は?」みたいな。 のはあったんですけど結果でも数字であったりとかそのインパクトバズを起こせば世の中の人は絶対支持してくれると思ったんで理想は業界の人にも指したいし一般の人たちにも指したいしだからうちの子たちにはどっちかじゃなくてどっちも両方やれるようにならなきゃいけないしなんかこれからは技術っていう武器ともう一個何かないとその。 接客が面白いとか洋服がこうデートのプランを何でも教えてくれる人とかんか一つの武器じゃなくて2個武器ないと戦えねえぞっていうのは日々、ね、それ結構常日頃おっしゃってることだって僕聞きました、ね、やっぱもう技術だけじゃダメって、うんうん、なんかそれはあれですなんか洋服のの世界の、はい ものづくりだけじゃダメっていうのと結構通じるところがあるなって思っていて結構昔だといやこれはなんかあのブランドと同じ生地なんですよであるとか日本にもう何台しか残っていないすごい昔ながらの織り機で作ってる生地なんですよとかそれをこう職人がこうすごく,く あの丹精込めて作ってるんですよみたいなものをすごい聞かされること多かったし、うん、そこに対してやっぱりああそうなんですねって共感、はい、もしたんだけど、うん、なんとなくもう今っていやそれはもうどのブランドも大体、うん、まあ程度の差、ねうん、こそあれ、はい、もう結構みんな頑張ってて。はい やっぱりそれだけじゃもう本当差別化できなくなってるなっていうのは感じててそ,、ねうん、それに結構近しいところがある気がしますねそうっすねっなんかアイディアのベースは洋服に僕 基本的に多くシュプリームもそうだしエルメスとかヴィトンとかもそうなんですけどヴィトンってもともとタイヤのバッグ作ってたりとかボールのバッグ作ってたりとか今は洋服とか財布とかいろいろみんな持ってるけどそのエルメスも洋服もやりながら香水してあの馬のなんか乗るとことか。 いいいらななじゃないですか <laughs> <laughs> 本当は <うん S 1> でもそれって遊びの部分でこういうなんかコップ作ったりとかもうファッションじゃないじゃんみたいな確かに洋服じゃないじゃんっていう感じででもこれがあるから本質が刺さって本質の,その皮がいいとかがあるからこういうティッシュケースを欲しいとか思う人がいるんだなって。 っってていうのは思ってたんで、うん、なんかうちは髪の毛だけじゃなくて、うん、なんかちょっと面白いグッズ作ってみたいり、うん、シール作ってみたりとか、うん、そういうマジな路線と、うん、あとはちょっとふざけた路線両方ないと若者は心くすぐられないんで、うん、なんかそういうファッションの業界でずっと生き残ってるところって洋服とかだけじゃなくて面白いこと結構してるんだよな。うん 本気で作ってるかから<あ>そこはなんか大,人のこう大人なんだけど子供心のあるところなんかそういう会社がいいなと思ってなんか真似てる感じる、ね、そういうところも確かにちょっとラグジュアリーメゾンの遊び心とキラキラシール作っちゃうオーシャントーキョみたいな確かにちょっとんなの必要なみたいな。<laughs> そうそういうなでもあったら欲しいし今なかったらうわ何年かしたらあれ欲しかったっていうあの心をくすぐられた感じがみんなの将来にこうインパクトとして残るからなんかそういう遊び的な大人の究極の遊びみたいなのはやりたいなと思ってますけどなるほどね了解ですあのちょっと今日ぜひ聞き,たいか聞きたいなと思ってたのがそういう,こういろんな既成概念に 退治してきたというか、はい、打破しようと思ってきたのか、はい、乗り越えようと思ってきたのか、うん、そもそもそんなの花から意識してなかったのか、うん、結果まあ規制概念を超越した高木さんのスタンスって、はい、それのどれなんだろうっていうのはちょっと聞きたいなと思ってたんですよ<ー>ななな、んんか、ま、なんだろうな例えばファッション業界で言うと、はい、コムデ・ギャルソンの川久保さんとか、はいうん、幼児山本とかっていうのは規制概念に対して結構 常時ファイティング・スピリッツとって戦ってやる、うん、っていう感じのクリエーターで今に至ってると思うんですよね、はいはい、だけど最近の例えばルイ・ヴィトンのバージュラブローとか、はい、あと僕がすごくこうそういうニュ,ージェネニュータイプだなと思うのがマルニっていうブランドのフランチェスコ・リッソの人とかだったりなんですけど、はい、あの人たちって既成概念と戦うっていうよりは、うん、既成概念ってあったのみたいな。うん なんか僕たちやりたいことをやってるだけであんまりそこに対して立ち向かうとか打破しようとか乗り越えてやろうみたいな感覚がむしろなかったみたいなぐらいでも結果まあ同じことに至ってるんですけどどっちのタイプの人なんだろうなと思ってそれ聞きたかったんですけど。 いどっちかっていうと、うん、多分やりたいことはやろうよっていう感じなんで、うんうん、どちらかというと後者の既成、うん、概念がない方なのかなと思うんですけど、はい、多分こう夢って今の若者に聞いてないとかっていう人結構いると思うんですけどで,す、ねうん、でも意外と洋服は好きだ、うん、髪の毛も好きだ、うん、特に美容師さんって美容師やりながら本当は音楽やりたいとか、うん、あの洋服作りたいなとか。 なんかいろんなことぶれるから、うん、あのやめちゃう人も多いんですけど、うん、なんか別に美容師やりながら、うんね、変なグッズ作れるし別に洋服だって作れるし、うんうん、音楽がいたければやれるしやればいいっていう,かそう一つのモデルを自分が作らない限りは、うん、うちの後輩たちに夢も一個にしなくていいよ、うん、ただ髪の毛は切れて。うん 洋服やりたかったやればいいしのことやりたかったらそれやればいいしでもどっかに軸がちゃんとあってそれ以外で何かやればいいんじゃないっていうのがあったんで俺は経営もしながら髪の毛も切りながらでも洋服好きだしじゃ洋服の人たちとコラボしてみようとかなんかこういうファッションを飛び越えたビューティーの人たちをもっとこういうのやろうよみたいなのを作っていけばいいからなんかあんまりそういう縛りは考えずに。 何個もやれよってやれないじゃないですかってみんな言うから、うん、じゃあ俺がやったらやれるよねっていう、うん、ただハンパダだめだよっていうのをなんか筋として通したいなっていうのは思ってますね。うん っていう感彼らとか若者の夢を一個作れて一つの目標みたいになれたらいいなと思うしバージェルとかってオフ・ホワイトもやってビトンもやってそんんなのいいだ考えられないですよね、前だったらビトンやるんだったらお前自分のブランドやめるよみたいな感じになるはずなのに意外とバーンていけたじゃないですかそういう夢あるなと思ってそういう人になりたいほど。 思ってますねそそうかそうかか、うん、でもそうすると、あれでしょうねきっとオーシャン東京で働いている人はみんな幸せですね、きっとさ他のサロンとか言っちゃっても怒られるのかな。<laughs> <laughs> <laughs> うん、でもまあ1個のね軸があって、うん、もう1個やりたいんだったら、うん、やればいいじゃん、うん、スタッフの満足度ってやっぱり自分のオーシャントーキョーのスタッフの満足度は高いなっていうふうにやっぱりちょっと思うとこありますいややっぱ自分で作ってると高いなって思うことはなくて、うん、もっとこうしてあげなきゃいけないか、うん、ただここを緩ませちゃうと、うん、他をこう緩ませてクオリティー下がることになっちゃうからあれですけど、うんうん、そのることになっちゃうからあれですけど。 クオリティの基準が高い上で満足度を上げたいなっていうので今苦戦してるって感じですね苦戦してるのかでもなんだろう今の話聞いてると素敵なサロンだなっていうふうに思いますけどねなんか今やっぱみんなこれもやってみたいけどやって出てみて怪我するのはみんな嫌だから意外とこうやらない感じの子たちが多いんでなんかチャレンジすることをもうちょっとこう。 遊び感覚でやった方がいいよだってお前自転車乗る時にこけるの分かっててチャリ乗ったでしょ滑り台でもこうジャングルジムでもこける可能性あって落ちる可能性あったけどやってみて楽しさ知れるじゃん、うん、だからその気持ちを忘れずにやってみろって。ねうん、でだめだったらケツは拭いてやるからっていう感じですかね、うんうん。それはでも僕も僕ななんとなくあの まあそんなに頻繁に言葉にはしてないかもしれないですけど、うん、うちのやっぱり会社の他のスタッフには何だろうなんとなくやっぱみんな怒られないように記事書いちゃってる風なとこがあってなんかそれよりはむしろやっぱ褒められたい誰かに褒められたいと思って記事書いてほしいなって思っててなんかそこのマインドセットがこう変わるといいなとは常々思っていて。 僕自身、まあ、こんな格好しながら編集長に <laughs> なれちゃいたし <laughs> っいい僕が書く記事って比較的変な記事も多いんですけど、はい、なんか嫌われることをにびくびくしながら仕事するよりは、うん、やっぱり特定の誰かかもしれないけど、うん、誰かに本当に褒められたり、うん、愛されたりするような仕事してほしいなっていうふうふに思うことは結構ありますね、うん、多分成功する人ってそっちが強くて。うん、なんかこう,そうか 嫌われてもいいから、うん、とりあえずやるが強い人ってみんなうまくいくんだけど、うん、なんか今の子って結構自分のことを正当化して、うん、自分のマインドセットしてやっていくと大体ブレちゃうんで、うん、ううなんかそういう先輩たちの言うこと、うん、こう僕洋二さんともすごい仲良くさせていただいてて洋二さんの言うこともすごいかっこいいし、うん、でも僕たちの時代は僕たちの時代のやり方があるし。うん、その両方を持ってる 上の人たちが変わるんじゃなくて、うん、若者も変わらなきゃいけないし、うん、おじさんも変わらなきゃいけないし、うん、両方があ合わさってこういうふうになれば、うん、もっと新しい未来でできるかなと思って、うん、なんかそういうファッションの人たちがそれを出すこう T シャツとしてなのか洋二さんがこの間 s u p r e e とコラボしてたけど、うん、なんかそういう若者にいけてるバランドと。 ね、上の人たちに入れてるバンドが一つの形になると結構夢できるんだけどどっちも否定することなくお互いが認め合って新しいことができる,るそ,それが一番新しいんじゃないのみたいな<ー>上の人たち同士でコラボしても別に「かにまあまあすごいっすね」<laughs> <laughs> って感じだけどで若者同士でコラボしてもまあまあすごいけど <laughs>、うん、っていうかそれの間行こうよみたいなのができたらもっと夢あ,<ー>ある な,なんかそこで髪の毛なのかビューティーなのか、うん、もうメンズだってメイクするし、うん、あの髪の毛あってみんなおしゃれするしうん、うん、じゃあそういうのをうまくコラボレーションしていくのはこれからの時代じゃないのってうさっきそのんだろう怒られないようにみたいな話もありましたけど高木さんもほら嫌われないようにとかね、はい、っていう話されてましたけど、はい、高木さん自体は、うん、まあ嫌われたらしゃねえなぐらいの、うん。 ある意味で言うと、強さみたいなのって<ー>、持ってるんですか。嫌われたら、うざって思って。うざって思って、はい、だから、まあ。嫌われてもしょうがないな、はい、こんな感じだし、うん。でも、今に見とけよって思って、<laughs> もうそいつを黙らせるぐらい、結果出すしかない。なるほど。 私の,の言わせないぐらいやろうっていうのが僕のやりりり方かかなとと思いまますわしたありがとうございます <laughs> あのそろそろちょっと終盤に差し掛かってきたので、はい、あのこのソーシャルイノベーションウィークっていう場なので、はい、ちょっとイノベーティブについて、ねはい、ちょっとお話ししていきたいし行かなきゃいけないなっていう感じなんですけど、はいはい、どうですか、まあ、今のねお話でも散々いろいろ出てきましたけど、うん、新しいことイノベーティブなことをするために必要なこう。 マインドセットなのか <おー S 1> こと何かこう好き嫌いはっきりするっていうのはすごいいいことだと思っててなんか「これ好き嫌いいやどっちでもいい」が今の若い子なんだけどその好き嫌いを俺ははっきりするのが大人なんじゃないの <へー S 2> ともう思ってるしうちの子たちにもそうですけど嫌いな人がいて嫌いなことを言うんじゃなくてでもその人でもいいことって絶対あって。うそういういところを 100個こう嫌なことあったけど1個だけいいところあるんだったらそこパクろうよなるほどっていう感じっていうかだからなんか自分の発想と違う意見が出てきてあこの人合わないわじゃなくてあその考え方もあるのねって言って1個引き出しを増やせる人がこれからは重要でだからどんどんそういうふうに引き出しが重なってくればそれがイノベーションになるのかなるほど 嫌うんじゃなくて嫌いだからこそ好きなとこ見つけたほうがいいし自分の発想と違うからこそそれを取り入れられる人漫画のなんかルフィとかワンピースのルフィとかって会えば会うほどみんな味方になってくるじゃないですか発想は違かったとしても。で応援したくなるみたいなああいう人たち漫画の主人公ってそういう人たちが多いんでそういう受け入れる姿勢と見つける姿勢行かないと。 もっっったいないななてててて生きて生きと、うん、思でも確かに嫌いになるって自分と違うから嫌いになるわけで、うん、よくよくきっと見つめると違うからこそ参考になったりする部分みたいなのがきっとあるんでしょうね。その考えいいねって、うん、なればいいのにあ自分と違うから嫌い<ー>っていうのが今までで。 いやそこじゃないでしょこれから、ね、っていうのを受け入れ体制を求めるようになるともっとよくなるんじゃないかな面白いそうなんだなんか最近僕経営者の人とかとやっぱりいろいろ話すると、はい、なんか好かれるか嫌われるか、うん、本当どっちかでありたい、うん、一番嫌なのが無関心で終わ,ら<ー>終わってしまうことみたいに、うん、だから嫌いでも別にいいから、うん、何らかの感情をやっぱり歓喜させたい っていうううふに思人たち結構増えてきている気がしていて何かんか遡ると昔セオリーっていうねあのブランドをもう今の状態にまで持ってきた佐々木社長っていう方の昔の記事とかを最近ちょっと読んでたんですけどそしたら彼も全く同じことを10年前ぐらいに言ってて「好かれるか嫌われるか」だとで嫌いっていうのは も、ま、もしかししかかかたらら好きになるかもしれなる、うん、れれい,いんだそ<ー>でも逆に、ね、一番ダメなのは興味がないとか、うん、関心がないになっちゃうとその人はもう絶対に好きになってくれないから、うん、やっぱり無関心とか興味がないっていう状況を一番恐れるべきで、うん、好かれるか嫌われるかを目指しなさいって会社の,あのあ<ー>社員とかショップスタッフの子には常に日頃言ってるよみたいな話のインタビューを読んで。うんえー 我ながらうちの会社いい記事書いてるなって思ったんですけどでもなんかそれはそうかもねって思いますねそうですね、うん、確かに恋愛でもそうじゃないですか、うん、どうでもいいよりは嫌われてるか好きって言ってくれてる方が未来脈はあるから嫌いだと一発逆転ホームランあると思うの、まあ、なんかその 会社の考え方って似てるなととなるほどねそうですねだから渋谷とか原宿とかね、うん、いろんな人いてもしかしたらギョンみたいな人とかもいるかもしれないですけど、はいはい、よくよくそういう人を見つめて、うん、いいところとか見つけていったらイノベーティブなことが起こっていくかもしれないなっていう気はしますね、うん、なんか渋谷ってそういう場所じゃないですかいろんなジャンルの人がいて、うん、いろんな人いる昔はギャル王と <laughs>、うん、こうギャングみたいな人と<の>チーマートと、<の>原宿原宿でなんか ちょっと狂った人たちみたいな。今なくなっちゃったから、うんかね、なんかそういう街のこう村みたいなのがどんどんできてくると、うん、もっと尖っていいんじゃないか。確かにね、<と>そうですね。はい、そういう人たちを認め合えるような街でずっとあり続けたいし、応援したいですね。はい、そういう作りを。はいということでですね、以上で WWDJapan.com によるオーシャン東京高木拓哉さんの公開取材。 <laughs> 終了したいなというふうに思います, <laughs> います高木さん今日はありがとうございました、はい、ありがとうございました <laughs> ありがとうございます高木様村上様ありがとうございまし